ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、速報です。なあ、大谷選手がなんと、腰の張りからの復帰2戦目で、あれなんでピンポイントでさダルが投げるときにさ、そうなんです、腰の張りなんだよ、なんかね、まあ、見たかったけど、はい、でもまあなんかな、そう、まあそこは大丈夫ってっていう、まあ、まあ、よかったけどもね、はい、まあね、あの、はい、試合前のね、なんかちょっと談笑の雰囲気なんかは映ってましたけれども、はい、そこからの復帰2戦目で12号、はい、ホームランということで、綺麗なホームランやな。綺麗でした。本当に。あれ宇宙間、うん、もう少しでスプラッシュヒットとなるような。まあ、そうだな、はい、海に入るんじゃないかと言われた、やっぱ高めは逃さんな。いや、そうですよ。パン終わりの。もう確信歩きでした。あれみたいな。2打席目。いやいや、なんかカーンとかそんなんじゃないな。はい、パン。いったみたいな感じでしたけれども、はい、これオラクルパーク名物スプラッシュヒットとはならなかったものの、はい、打球速度が約 182.5キロ、飛距離が約、いや、あのね、はい、180何キロとか、はい、まあ、確かに速いなと思うよね、うん、これね盛んに言ってるけどもっと説明した方がいいよ。速いとなんとかって分かる？いや、186度なちょっとよく分からないです、ね、分からないでしょ、はい、で勝手にさ速度って報道はしてるけど、うん、なぜじゃあ速い方がいいのかっていうの分かる？分からないです。確かに言われてみると分からないでしょ、はい、いや、うちの女房が、はい、あれなんで盛んにスピードって言ってるけど、うん、あれなんなんって言うから、うん、いや、速い方が単純に横を抜けていく確率が高いでしょって。横を抜けていく確率、まあヒットの確率っていう、ね、あ、だからそういうことでスピードを表示してきてると。で、やっぱホームランもある程度のスピードがないと入らないでしょって、うん、だからそういうことを表示してるんだと。で、早ければ早い方がいいのっていうから、うん、まあ早ければ早い方がいいけどもって、うん、だからこのやっぱ意味がわからない人も多いんだよね。そのスピードが出るということは、うん、速く来た威力のある球を打ち返しているから、うん、そのぐらいの速度が出ていくってことですか？いやいや、まあ、それだけ芯で捉えて、うん、無駄のないインパクトだと、うん、やっぱ速いスピードになってくるんだよ。豊さんはその現役時代でも大体どのぐらいの球速だとすごい、いい、すごいってなってました？打球スピード、はい、我々の時打球スピードなかった。早いなって感覚でしかない。で今きっちり出てくるけど、はい、でもそれが何なんだって、それが必要なものなのか、うん、必要じゃないものなのかって、うんうんうん、分からないっていうんだよ、はいはい、やっぱ大半の人はそうだと思う、うんうんうん、だって聞いたってホームラン入ってたらいいじゃん。まあそうなんですよね、うん、要は、うん、だからこれがうわーすごいって180キロ出てるからすごいとか、うん、170すごいとか、うん、別に良くないって、うん、ヒットだったらヒットで、うん、わ、何か分かんないんだよね俺も。あ、そんな報道必要みたいなが、ごめんねちょっと、はい、あの大谷のホームランにケチつけてるわけじゃないよ。はいはいはい、いやすごいなと思うよ、180キロ、うん、で飛んでいったんでしょ。そのぐらいなんかポンポンっていうすごいスピードで入っていったっていう。まあまあそうだな。あ、で、飛距離なんですけれども、はい、約136メートル、はい、この飛距離っていうのもやっぱバロメーターの一つですか？やっぱすごい特大とか。まあまあでも180キロね、はい、あ、出てて角度がもっと飛ぶ角度で上がっていったから、はい、29度、おそらく、うん、海まで行ってたと。あともうちょっとっ、まあ、それが高く上がりすぎたのか、あ、それとも低すぎたのかっていうことだよね。その角度が29度というふうに出てるんですけれども、うん、なのでもうちょっと高く上がりすぎなければいってたのかなと、まあ、どうなんやろな、29度が高いのかな、うん、それわからないんですけど、高い、だって45度の角度みたいな、はい、昔は言ってたけど45度上がりすぎやろみたいな。いや完全上がりすぎですよ。上がりすぎ、今やっぱ29度とやっぱり若干高い、ちょっと上がりすぎだよ、うん、上がりすぎみたいですね。まあそれでもスタンドに持っていけるというね、すごいですよね、まあ、まあ大谷はやっぱちょっと違うな、はい、でこれには X 上でアメリカのスポーツ記者たちも驚きを隠せず、はい、ドジャースの、記者、翔平大谷がボールを破壊したというふうには X で記しており、さらにカリフォルニア州の地元の記者によると、翔平大谷はマコベーバンまであとほんの少しだったねという、まあまあ、でもそれはね、もう超えていくぐらいの力を持ってるし、はい、そういうバッティングはあるけどもね、はい、まあだけど、やっぱこう、見ててスカッとするな、気持ちいいですね、爽やかだもんしな、爽やかに打ってきますよね、まあ、で、打席が早いんだよ。
打席が早い。もう粘って粘ってじゃなくて初球でしたからね。もうねスコーンと言ってあーホームランみたいな。もうヒット打つ時もスコーンと打ってあーヒットみたいな。そうですよね。粘って粘ってあー苦しい、見てる方がどうなるんだろうみたいな。じゃないそういうことだね。はい、煽ってくれるなみたいな。煽っちゃった。そんな感じだもんな。でこれ3打席目はセンター前にヒットというところで、これもちょっとライナー性でスコーンと言ってくれたっていうところなんです。これ腰の張りでからの2戦目、復帰2戦目でもうホームランって、腰の張りはねどこな、ちょっと何だったんだろうっていう。腰の張りなんかあんま関係ないんじゃないの。なんかね大事を取ってっていうところだったんですけど、すごいですね、うん、いやまあすごいよな。はい、まあすごいって言ったら、うん、今永もすごいよ。そうなんです、今永選手が、13日、はい、日本時間の14日ブレーブス戦に先発して5回98球を投げ7安打無失点、さらに防御率が MLB 全体でトップで唯一の0点台、はい、0.96 と、はい、いうことで、これがなんか50何年ぶりかの記録なんでしょ、開幕してからの。そうです、球団では1918年以来というところで、はい、この開幕8試合の防御率0点台は2021年のデグロムがメッツで記録した 0.71 に次ぐものと、いうところで、はい、いやすごいな、今永も頑張ってんな。すごいですね。なんかこう受け入れてるよね、あのファンが今永を。もちろんです、今永のことを好きなんだろうね。だってこれね、海を渡ってきてくれた侍。いやもうヘイシカゴが多分聞いてると思うよ。まあそれとやっぱね、あの高めに投げる技術、はい、あれがいいな。あのダルビッシュがもうまさに言ってたけど、はい、低いところから高めに投げろと、うんうん、それが一番今ボールが効くと、はい、それもフォーシームが、うん、あの投げ方がやっぱ一番ハマってるピッチャーかも分からんな。ですよね、プラスアルファそのチェンジアップ、うん、向こうでいうところのスプリットっていう、うん、その球もやっぱり非常に有効的に効いてるというふうに言われます。まあまあそうだな、だから高めに行くから、はい、その低めのそういうスプリットみたいなのが、うん、また余計に幅を持たせて効くんだよな。すごいですね。で、あの今永投手登板を振り返ってなんですけれども、はい、まあ、直球の質は良かったと思いますが、慎重になって5回までしか投げられなかった、はい、すごく体調が良く体の動きもめちゃめちゃ良かった、自分の引き出しを探しながらなんとか100球前後で5回にこじつけたって感じです、まあ、無失点というところは良かった、しかし僕に求められているのはそこではない、みんなはナイスピッチングと言ってくれましたが、自分としてはもう1回、いやもう2回投げなければいけなかったと思いますということで、だすごいですね、あれだけのピッチングしてもちょっとカッコつけすぎだなもう 1,2 イニングっていう、まあまあそりゃそうだね、まあ、日本でも先発完投型だったし、はい、やっぱ完投を目指してマウンドに行ってたピッチャーだから、うん、だからまあイニング的にはちょっと物足りないとは思うけども、はい、まあそれでもねやっぱこう点を与えなかったっていうのがさ、うん、やっぱそれは価値であるよね、まあ、慎重になりすぎたその分だけ球数も増えたんだと思うけどもね、うん、はい、まあでも本当によくやってるよね。そうですね、であとはやっぱダルビッシュ投手200勝まであと1勝だな。そうですね、まあ、あと200勝したらメール打とうLINE しよう、おめでとうと、おめでとうとね。でももうすぐでしょ、もうでも圧巻だったな。素晴らしいピッチングでしたね。なんか春先よりもボールが生きてる感じがしたし、うん、強さを感じたね。それはやっぱり暖かくなって徐々に、まあまあそうだね、だからまあダルも徐々にこう上げていく感じかなっていう、うん、まあ、アメリカンスタイルってよく言われるけど、はい、もう最初からベストにしないという、うん、徐々に上げていくっていうね、はい、だから本当にこう、まあ、次ぐらいにもう次の登板で200勝しちゃうんじゃない、うん、あのそうですね、このままの登板の、ね、うん、感じでいけば、うん、さらにチームとしても快挙なことが起きまして、はい、パドレス直近の4試合ディラン・シース、マイケル・キング、マット・ウォルドロン、そしてダルビッシュ有投手、この4人の先発投手が5イニング以上投げ被安打2以下に抑える、これは少なくとも1893年以降史上初めて記録したチームになるそうです。いややっぱりピッチャーいいな。いいですね。だからなんかドジャースの試合を盛んにやってて、はい、他のチームはさそんなに相手になんないなってもう圧倒するなと思うけど、はい、パドレスだけは勝負になるね、うん、いやそうですね、やっぱピッチャーピッチャーがいいからそうなんですよ、あ抑えるよちゃんとな、素晴らしいですけれどもね、まあ、ちょっとね大谷選手の話に戻るんですけれども、はい、やっぱり大谷選手が打つと X でもみんなこの時間を昼間見てるんだっていうぐらい、さらに今そこをリアルタイム今やってるんですけれども、はい、3打席目が、はい、レフト線に
タイムリーツーベース。あとスリーベースが出るとサイクルなんですね。あと1本。今日やるかもな、サイクル。サイクル。いや、この時間にですか？まさに。いや、可能性あるよね。すごいですね。で、あの、大谷選手の打撃など、あのね、道場行かれて、はい、ね、豊さん。ねえ、れいさん。はい、ねえ、その道場、ね。やっぱこう、目から鱗というかさ、はい、俺もこうね、バッティング理論とか、それはやっぱ打ってきたから、うん、あのそれは持ってたけども、やっぱそれは昔のことで、まあ、それもそれでいいんだろうけども、はい、やっぱ現代、やっぱピッチャーが進化して、はい、速いボールが増えて、まあ、そういうふうに考えるとやっぱバッターの理論も変わってこなきゃいけないよね、うんうんうん、そのやっぱ変わった部分っていうのはすごい勉強になったかな、ね、目から鱗っていうふうにお話されてました、ね、だからまあ それだけでそれだけっていうことも大事だけども、うん、二刀流じゃないけども、理論がね、はい、そういうのを融合できてたらもっと打ててたな。例えば、ね、やっぱりそのメジャーのピッチャーのボールの質、球の質、球の速度だけじゃなくて、それは日本の球界でも当てはまる、まあ、当てはまる、完全に当てはまるよね。いやだからもう本当にいい理論教えてもらったし、はい、俺もタダだからな。そうですよ、タダで受けられちゃった。しかも皆さんその動画を配信してる、タダで見られる。タダだからな。いやでもね、これから本当に野球やる人とか、はい、それとか、まあ、中学生、うん、まあ、高校になったらもう3年間しかないから、はい、もう3年生は見なくていいかもわかんないけど、うん、1、2年とか見たらやっぱちょっと変わる子は多いだろうなと思う。あ、プラス指導者の方にもぜひ見てほしいですね。 いくらね、現場の選手たちがそれを頑張ったとて、上の指導者の方が理解しないとな、否定してしまうと全く意味ないことになってしまうんですよね。いやだけどもうね、概要欄に貼っとくし、はい、ね、見たらもうどん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 こう伝えてほしいですね。伝えてほしいよ、どん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 。これがどうなのかっていうね。あと今現在12チームの例えば指導者の方、コーチだったり監督さんにもぜひ豊さん見てほしいっていうのはありますか？まあそれは勝手にしろって。いや、そこまでの俺の責任ないから。あ、そうか。でもやっぱこれから野球やる子たちとか、うん、これから その選手たちっていうのは、うん、やっぱ一つの参考にしてほしいの、うん、それを取り入れる取り入れない別として、うん、やっぱ自分に合うものはどんどん取り入れていってほしいし、うん、だからプロは責任があるから、うん、もうそんなこと知らないよ、うん、俺は、うんうんうん、だけどやっぱアマチュアの人っていうのは、はい、いろんなこう試す時間もあるだろうし、はい、でもハマっていけば本当に素晴らしい選手になっていく可能性もあるから、うん、だからそれはちょっと見てほしいなと思うね。そうですよね、まあね、未来の本当に大谷選手のような選手がこう出てきてくれるところのね、まあ、出てくると思うよ、出てきます、この理論っていうのはね。さらにその理論もやっぱりそのまたね、1年2年3年経っていくとちょっとずつ改良していったりとか、うん、もうね、どんどん進んでいくんですよね。もうね、頭の固いやつはね、多分否定に入るよ。でもね、柔軟でね、はい、先を考えてる人っていうのは否定しないでやってみるよ、うんうんうん、まあ、これだけははっきり言える。そうですね、いかに柔軟性のある、だからこれ見てダメだと思うやつはもう化石になってる、うん、置いてかれてきますね、どんどんね。そうそうそう、化石状態ですよね。そうそうそう、本当に確かにそうですね、はい、いやでもね、ちょっとね、この時間帯に本当に大谷選手のリアルタイムの速報が伝えられて、はい、あともう一本今度ね、スリーベース打てばサイクルヒットになるので、ちょっとそこも見守りたいと思います。はい。